第二次世界大戦の激戦地硫黄島に星条旗を掲げた瞬間を撮影した写真について、アメリカ海兵隊は兵士の一人がこれまで特定されていた人物とは別だったとの調査結果を明らかにしました。1945年2月に撮影された写真にはアメリカ兵6人が星条旗を掲げた瞬間が収められています。しかし海兵隊が調査したところ、ジョン・ブラッドリー氏とされていた兵士は別人だったということです。この写真は星条旗が2度目に掲げられた際のもので、最初はブラッドリー氏もいたとしています。硫黄島の星条旗はアメリカの日本攻略の象徴として有名になり、ワシントン近郊には記念碑も建てられています。